さあ、どうも皆さん、こんにちは。今日はなんだかよくわからない車が来ましたねちょっとオーナーさん、来てください。ちょっと心臓レブってる、大丈夫？大丈夫？ちょっと来て。心臓バクバク？どうしたの？いや、こういうの未体験なんで。未体験？未体験です。初体験？初体験です。あ、初体験わかんねえ、はい、ワゴン R、スティングレイ。最初俺写真見た時何かわからなかったし、何これと思って本当ですか？よく見たら、はい、もう原型なくない？そう、ライトでわかるね。そうですね、やっぱバッパー変えちゃうとすぐ変わっちゃいますよ、ね、あれ、スティングレイじゃないやつはライトこういう風？スティングレイじゃない、確かなんかちっこうだよね。ですね。なんだこの車とか思って、なんかゼスとかなんかに見えた間違え？まあ、なんかたまに車になる。たまにゼストみたいな。ゼストっぽいよね、なんか。これエアロー、ケーブレーク？これはハーティーズ。また下が行った、また下が行った。塗り分けは？これは自分のセンス？いや、これえ、板金屋さんのセンス？いや、買った時になってました。え、何買った時って？色付きで買ったの？たまたま中古であって。あ、たまたまあるもんなの？で、この色塗り分けのまま？そうですね、で、元の色も純正色と一緒だったんで。え、全然違和感ないんだけど。本当ですか？あ、じゃあこれを前につけてる人がいるってことね。みたいですね。あ、そういうことね。なんかいかにも自分でやっちゃいましたみたいな。いや、いたがりですね。え、もしかして、はい、これイカリングとかは自分でやったの？そうです、自分で。これ EL？ これ何？ SMD？ SMD なの？ SMD なのこれ？なんですかね。なんかバカ明るいよね、これ。バカ明るいです。今ちょっとピッてやってみてよ。ピッピッ。何連動なのこれ？これルームランプ連動です。あ、ルームランプ連動なんだ。お、眩しいなこれ。めっちゃ眩しいです。あ、ほんとだ、ちょっとつぶつぶ感があるね。とっかくそ眩しいこれ。大丈夫？これ結構眩しい。俺もこれやりたい。買いますか？じゃ暗いんだって俺のやつ。そうなんですか？あ、ほんとだ、ふわーん、はい、マイナスコントロールだよね。お、プラスコントロール変化しました。やるね、やるね。めんどくさくなかった？中まで持ってたの？ハイス、それが一番めんどくさかったですね。何気にめんどくさいよね、中に引き込む作業。イライラして、たかがこれだけのためにそうです、ただ普通につけるだけだと、まあ、あれかなと思って。え、じゃあ何、走行中光らないの？あ、走行中も光ります。もう光るの？それもあの逆流防止抵抗もかまして。やば。で、なおかつマイナスもプラスコントロールに変えて。そうです、やるね、やるね。ありがとうございます。ちょっと豆だね、そのとこ、細かいところが。そうです、なんかやりたいなと思ってちょっとやっちゃうんです。まあ、やる必要があったかで言うとあんまりないですね。でもかっこいいね、ふわーんって消えて。そうですよ、消える感じが好きです。そうね、あとなんかやってある？あとはこれ横の何？赤いの。まあ、あのこれ最初から付いてんの？いや、違う、後で付けました。後で付けた、はい、待って、これキャンバーフロントも付いてる？は2度？3度ぐらい。3度？3度ってこんな少なかった？そうですね、測ってもらったら3度でした。なんかホイールがでかいとさ、ついてるに見え？あ、見えます。見えるよね、なんか。え？心臓大丈夫？もう。あ、もう大丈夫です。大丈夫？今3000回転ぐらい。お、落ちてきました。さっき8000ぐらいじゃなかった？あ、もうレブってました。レブった。じゃあ、落ち着いたところで横見てみましょう。さあ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 、はい、出たフルスモパッケージ、まあフレントコココア。おまわりさんも見とるで。そうですね。これはダメだよ。お願いします。とか言ってみたりする？はい、ホイール。はい。では、ではレーベンハートです。レーベンハート？はい。これ新品じゃね、これ？いや、中古です。中古なの、はい、バカ綺麗じゃないこれ。そうです。待って、これ何 G 入ってんの？これ今 70G です。 70G？ はい。か、結構引っ張ったね。組むのちょっと辛かったです。え、これ何スペーサー入ってる？フロントは 5mm1 枚。入るね、今 K って。そうです。昔の K って入らんくない？なんか最近の K だからかな。いや、あー、でもそれもあるんすかね。 70G か。 70G だったら入るか。車によりきりだね。そうですね。で、あとちょっと、まあ、フェンダーをちょっと引っ張り上げて。え、引っ張ってんの？ちょっと、なんでこの辺合ってないよね、なんかこの辺ちょっと、あの、この辺も、まあ、ちょっといろいろありまして。いろいろあって、いろいろありすぎだな、なんか。はい、スコの車。ちょっと待って、え、待って、リア通しで一緒？ 70? オフセット違いですね。オフセット違い、はい、結構、これ何インチ？ 17 です。もっと大きいのいけそうじゃない？多分18いけるんじゃないですか。待って、今ってさ、何インチが普通なの？17、18普通も。あー、どうだ。でも軽いじってる人みんな16ばっかです、ね、16ばっか、うん、だってさ、あの MC ワゴン R とかなんかさ、うん、15インチでパンパンだよ。入ってますね。まあ、入れようと思えば入るけどね、うん、昔って主流がほらやっぱ15インチがでかかったや。そうですね、年々でかくなってくね、ホイールも、うん、なんかちょっとひねくれとらんタイヤ。そうですか？大丈夫これ？大丈夫です。ちょっと傾いてない？
あー、自分も人生傾いてる、ね、人生傾くとホイールが傾くらしいです。これで3度、4度、これは約4度です。約4度、はい、プレートね、プレートです。アクセル組めばいいじゃん、もう。いや、これ一応シャガのアクセル。あ、ついてんの。はい、どこのやつ。 JIC です。 JIC?、はい、え、JIC って出してんの。出しました。俺知らんかった。本当ですか。なんかもう J ラインとかなんかその辺が出てくる。あ、気のせい。 J ラインちょっと入れてみたいなと思ったんですけど。高い。 J ラインめっちゃ高いっす。高いよね、やっぱ。俺ちょ、K あんま詳しくないからさ、アクセル、はい、あとアヒル紹介ぐらいしかわからん。あ、アヒル紹介欲しいです。アヒルさんね、クワクワクワ、あれすげえよね。すごいスラ超攻めね、あの独立タイプとかあるじゃん。間違いない。あの辺、ちょ、いないんだよね、まだ見たこと。あ、いる。あんまりいないっすね。あれ売れてないのかな。高くて手出さんからみんな。あー、高いっすからね。ってか、しない人が多い。あの独立になっちゃうね、あれ。はい、なりますね。ってことは何、乗り心地もよくなるから。あちょっと不明だよね。まだもう分かんないですね。 なんでなんか俺が聞いてるよ。じゃあ後ろ見てみましょう。どこまでが純正。これは純正。もう純正です。純正、純正です。テールも純正だね。純正で、はい、あ、ちゃんと書いてあるね、はい、スティングレイ。あ、リアバンパーかっこいいけど、けどちょっとおかしくない。何か足りない。マフラー落とした。あ、じゃなくてついてない。ついてないです。え、マフラーついてないの。あ、純正は。あ、純正がついてるのね。またてっきりどっかで落としたかと思った。いやいやいやみんなのマフラー落とすの好きやで。うわ、これつけたいな。つけたいっす。つけよ。なかなか合うマフラーが。これに。そうです。このメーカー出してないの。出してるんですけど高い。 お高いです。これが。これがちょっと黒いですね。ちなみにオークションで見たときはマフラーだけ8万8万ぐらい。作った方がいいぐらいじゃない。8万だったらもうちょっと出して。そうです。ワンオフで作るのをちょっと考えたメーカーもんって何でも高いよね、買うと、はい、これもうほら8本出しぐらいにしてさ。無茶出します、ね、無茶出し。それかあのこうでもいいと思うよ。あー、ちょっと旧車チックっていうか俺みたいにこうやってやる。あ、いいっすね。でもこの形じゃダメだね。ダメだね。まっすぐしか出せないっす、ね、まっすぐね。そうそう、一回 LS のマフラーカッターを埋め込もうとしたんですけど、いい、ダメ、あまりにもサイズが合わなすぎて断念しました。なんかないのかな。マーク X も一緒。マーク X も一緒。大きかったです。大きい、はい、もう AMG とかにつけようよ。あー、いいっすね。それやってみたいです。あ、ちゃんと AMG のロゴ入ってますね。あテールエンドだけでいくらすんだよって話だって。絶対高いよ、はい、え、待って、車高調なんだっけ、聞いてなかった。RSR のブラックアイです、ね、あ、ブラックアイなの、はい、お、じゃあまだ下がる。そうですね。まだどんくらい下がる。ぺったんこんだな、これで下げたらいけるよね。今一応車高調限界の全上げからの全上げ限界突破してます。全上げなのこれの限界突破。何限界突破って。全上げしても全然車高が上がりきってないんで、あのラバースペーサーとかさすないでかまして厚みを足して、で、やっとここまで。あともう一個スペーサーをかまして上げてます。フロントも。フロントはそのまま。リアはアクセル変えてるからでしょ。そうです。やっちまったね。やっちまいました。これよくみんなやるパターンで、アクセル変えてさ、車高調を変えると思ったより下がっちゃうんだよね、はい、純正だったらいいけどね、はい、やらかしたパターンね。ちょっとこれ試乗したいな。乗ってみますか。乗りたい。多分ちょっと音が鳴るかもしれない。あ、何、音が出るってやめてよ。ちょっと大丈夫。大丈夫です。こんな低くないよ。あの曲がったりしてロールかかると。何を取って、ガガガってなる。ホイールの裏側が、あのボディの裏側がちょっとかす当たるみたいな。さっきのあれ、このあれ、当たった後。いや、あれとまた違うのが特になる。後ろですね。後ろが当たるの。そうです。どこが干渉するの。大丈夫。大丈夫です。ゆっくり乗れないですね。大丈夫です、はい、じゃあ試乗インプレッションしていきましょう。いや、ハンドチェア電気では可能です。エアロはする。エアロは頑張ってスラに走るわ。待って、もう落としたよ。これ多分、あ、ちょっと当たってますね。あ、ほんとだ、めっちゃ当たるやんこれ。そうなんですよ。何、大丈夫なの。あ、大丈夫でした。大丈夫でした。ちょっと待って、ハンドル全然切れんね。ほらほらほら、後ろやばい。そうなんですよ、ロールするとやっぱ当たっちゃうんですよ。すげえする。 500m 先、交番がありますよ。これね、これターボです。ターボ、うん、え、ターボだ。これターボです。なんで一応レーダーのブーストメーターを表示させてるんで。こんな遅いのターボで急にならんの。なんか一応エコ対策されてるやつなんで。低圧みたいな感じ。低圧やないか。うわ、怖え、なんか後ろ怖くない。まあ
もう慣れちゃいました。うそ、うん、待って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 常に吸ってなければいいかなと思ってほぼ常に吸ってる通勤はあんまり吸らないですね。吸らない、うん、これフル乗車できなくない？2人以上まだ乗ったことないですね。やばいでしょ多分やばい。この調子だともう目に見えてるもん。そうですよ、ね、でも意外と乗り心地いいもんね。そうですね意外と もっとバンバンなるかと思った。そうですもうそれが嫌で悪痛組んだんですよ。ああそういうことね、うん、最初もマジゴーカートみたいな感じの。そうです。あめっちゃ踏みやすいこれ。本当セダンみたい腹下何センチぐらい？腹下まだ測ったことはないんですけど7センチ6センチぐらい。7センチぐらいぐらいですか。でも意外とどこも今と擦らずに擦らない行ける感じなんで。バンパー当たらないこれ。バンパーはそうだなるべく段差があったらとりあえず斜め進入みたいな。とりあえず基本だよね。よく指紋すれ回り連れ回りとかに、うん、こんなとこ行けるのこんなとこ GPS を言われる、ね、言われる。足伸び切っちゃう浮かない足。あたまに浮いてますね肩に。なんか逆にさ浮いてかめりそう。あそうはない今んとこないですね。たまに引っかかって止まるときあるけどまあでも、FF なんで。ああ、そうか。無理やり FR だときついよね、きついっすね。もううーんとかなっちゃうから、はい、どうにもこうにも動くようになっちゃうね。そうですね。これすごいね。本当ですか。乗り心地が全然いいんだけど。ありがとうございます。これすごいね。いやもう今まで K 乗ったらやっぱさ、はい、やべえんだって。ああ、揺れますもんね。揺れるし、もうなんか常にバタバタしてる。ああ比較的安定してるね。そうですね、足回りあんまりなんていうんですかね、やりたいんですけどお金がないんで。これ後ろ擦ってなかったら完璧だねこれ。そうですそこなんとかしたいですね。なんか改善するのかな。まあちょっと色でやってみたいな。これはいいや。なんか普通に走ってたぶんあんまり擦ることを減るって曲がらんけど。あいやいやこれ燃費の。いや悪くなりました。悪くなった。多分ホイールがでかいんで。あちょっと重くなっちゃってますけど。一回新車で買ってるんですけど昔からワゴン R っていいイメージがない。なんか新車で買った時リッター 17,8 あったんですけど結構出てたね、はい、今はもう 12,3 ですね。あそんな下がるの、はい、まあ何を犠牲にするかだね。そうですね見た目を犠牲するか燃費を犠牲するかありがとうございます。ありがとうございます。今持ったパドルついてる。え？あパドルついてます。何これ。いや今さら今さらパドルついてるよこれ。あすごい純正。これ純正です。やべえな反応いい。反応いや微妙です。え何うーんうーんって感じ。そんな感じです。あここと変わらん感じ。そうただなんかパドル入れるタイミングとアクセル、うん、ちょっと抜いて入れるたりすると、うん、なんかミッション車っぽく聞こえます。あー自分でコントロールするとね。そういうことね。はい、これ面白いや。販売してなくて。あそうなんだ、はい、なんかこことどっか光ってるね。こことこれだったここも光るよ、ね、この辺とあとスピーカーも光るんですよ。あそうだ青く光った。そうです。あれかっこいいよね。あれかっこいい、ね、ちゃっかりしとるね、はい、しかもオートじゃあオートついてんじゃん。オートついてます。何今の系やばくない。今の系すごいですね。プッシュスタートにオートにオートエアコンに。そうですね。シートヒーターまさかと思うついてないね。あーついてない。そうですよねこれステアリングこれね、はい、やばいってこれすごいです。今時の系はなんか装備がすごいですね。ねちょっかり、うん、だから普通車が連休あるんだって。なんで税金の税金上げるんですかね。そうだって、うんうん、こんな感じで、はい、今日はスティングレイ。スティングレイスティングレイスティングレイ俺スティングレイスティングレイがいいな。コルベットの方の。ああいいですね。じゃあこんな感じでスティングレイ紹介しました。では皆さんまたお越しください。さよなら。さよなら。